害虫、アザミウマにお困りのアスパラ農家さんに、紫外線反射で微小害虫を抑制する虫フラットシートを使用いただきました。事前にシートの敷設箇所を検討します。今回は外部からのアザミウマの侵入を抑制する目的で、ハウス周辺に敷設します。除草した対象箇所にシートを広げます。ピンを1メートル間隔で打設します。敷設完了です。虫フラットシートを敷設していないハウスを対象区とします。各ハウス内外に粘着シートを設置し、アザミウマ類の数を計測します。秋頃まで検証を続けていただきます。